うつって。あれ？これレモンティーさ、さっき見たよね。こっちか。ちゃんこさん。コーチングお願いしたいです。コードは RQ46。出来たてほやほや。XP は計測中なので分かりません。おそらく1800ぐらいかと思います。分かりました。アサリが苦手？アサリが苦手か。アサリは割とでも、あれ説あるんだよな。マジで、神社説あるんよな。グワッと。まあでもあれか。自分でアサリも集めれれば。いいのかな？見栄えしよう。パッ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 パラパッパッパッパーン。えらい、あ、えらい、えらい、これ、これエッチです。これエッチです、ちなみに。この子エッチだね、変態だ、君は。なんだ、変態だ、君は。素晴らしい。分かってるわ、この子。この子、うまい。本当に XP1800 か？対面能力だけゴリゴリに上げてるな。これクワッと優先できるとよかったかな。もう3発入れてたから多分やれたと思ったんだろうね。これこれもうこれね、当てる時点でねやれたと思っちゃった。まあしょうがねえか。これクワッとあるあるやね。3発入れて味方1ダメも与えてねえのかよっつって死ぬパターンな。あるある、しょうがない。HH クワット。耳でかそう。耳でかくねえよ。やばい。あ、惜しい。まあ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 。味方カバー入ってくれたんなら。あ、これボムだな。まあでもしょうがねえか、今の。裏ボムやってもワンチャンやれねえか。あ、これ後ろにいる。おっす、なんか、なんとかなってんな、なんとかなって、なんとか強えな、強えもんね、言うことねえわ、なんもねえ、強い強い、なんと強い、こいつ強えわ強いなんもねえ、なんもねえわ、もう。だからまあ、一個を言うとしたら、ちょっとここ意識できるといいかな、あの、ロボム反応してやったところあるじゃん。この前ね、この前。なんかサメライドが刺さる前。ここじゃない、もうちょい前。ゾーン入ってるね。この、ここね。ここで対面してて、ロボム投げるじゃん、この後。ロボム投げました。で、右向いてんだよ、このロボム。右に進んでんだね。ってことは、右側に敵いるんやなっていうのを意識しながら、多分動けるといいかな。まあ、結果的にここ勝ててるけど、もしここでね、あの、さっき、ロボムが向かってった方の敵が味方を蹂躙していたら、こうカバー取られちゃうから、このタイミングで、左向けるといい。左向くと、まあ、勝ちやすくなるかな。勝率が上がるかな。全体的に。ってだけ。で、ここも完璧なのね。あ、もう、ブラボー！小声でね、みんな。小声でブラボーね。完璧。最強です、このカット。これ、ブラボー。18か20でマジで沼ってます。ガチ？この対面力で沼るの？これはしょうがない。これはもうやってれば上手くなる。倒せるようになる。いいね。あ、いいね。なんでこれで18なんですか ?25 ぐらいはあるでしょ、これ、さすがに。さすがに嘘でしょ。あと20の逸材じゃないけどな、これ。いや、20の逸材じゃないけどな、どう考えても。どう考えても。いや、なんで？え、なんでこれで1800、2000体なの？これ負けるのね。え、どうやって負けるの？え、これ勝ち試合かな、もしかしたら。
ダダラララララン。もう最強。いやもう完璧です。もうこれしょうがない。あすいません、さっき急いでやったので勝ち試合です。まあ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 いいでしょう。勝ち試合でも。はい、最高。あ、まあ今日たまには気持ちよくなんねえとな。負けねえばっか見ててもみんな気持ちよくねえからな。これはしょうがない。それはよくある。俺もジムでそれやられるわ。めちゃめちゃ生き生きとしてる。そうよ、これが上振れ食わってよ。最高、マジで。これがあるからやめらんないね。この人の顔今想像できるもん。今脳汁がダラダラになってんのね。あー気持ちいいって。あーやめらんねえこの武器ってなってる。アイドルの握手会ぐらいオタクの無理に突っ込みすぎなとこある。これぐらいがね、上振れてるときはちょうどいいみたいなとこあるんですけどね。このカットいいね、うまい。まあアサリ苦手っていうのは多分ね、アサリナイス、多分アサリ苦手なのはね、アサリ入れてないでやな。あのアサリ入れれるシーンあったでしょ。これまあ唯一本当に本当にここだけ、本当にここだけっていうなら、さっきのあのロボム右のロボム向いてるとこと、あのアサリを入れてないからアサリが苦手なんですね多分この子は。多分この子アサリ多分今回一回も入れてない。ちなみにそれぐらいがいいんやけど、あのここね、これここのタイミング入れれる一個、ここ倒したらここ一個入れるね。ここでそれだけ、うん、それ以外ねえわ、頼むことねえわ、やっぱ強い。以上。